このメニュー。どうも、14歳 VTuber の星のニアです。ボイスロイドのキズナあかりです。チキチキチャンネル。今回の動画のお題はこちら。FGO 重点で、天井、について思ってることを言ってみます。ソーシャルゲームにおいて、一定の回数ガチャを回せば交換券をもらえるシステムよね。もしくは最高レアの確証を出すかだね。まず最初に言っておくけど、それぞれ持論があると思うけど、この動画を最後まで見てほしい。最後まで見ていただくと喜びます。そして結論ですが、FGO で天井を追加しても、意味がなくなってる時期だと思います。定款から来る天井不要説ですかね。ナスキノコ先生が広報主張してる令和初頭のヒット作風に言うなら、判断が遅い、です。つまり、もう実装しても無駄やろってことね。ぶっちゃけディライトワークスを続投するにしても姉妹にしてもフェイトソシャゲを続けるなら FGO に作った方が早いし確実なんですよ。ついでに言うとナスキノコ先生はうすうす持たない時が来ると2018年の頃からインタビューで言ってるので天井を実装しても変わらないと思うよ。それよりも今のままでも売り上げは維持できるんだからさっさと次の展開を用意した方が良い。というかアニプレと片付きは、次の展開を用意してると思うよ。エクストラレコードに月姫にメルブラだけでなくて、別の展開もね。ディライトワークスも、カプコンのオノピーを招いて、メルブラのパブリッシャーとしての道を模索してるわね。なので天井を実装しようが、FGO 君の延命にはならんと思うよ。塩川さんは FGO ワルツのインタビューで、あと5年続けたがってたっぽいけどね。まあ FGO 君に天井を入れようがあまり関係ないと。そう思う理由としては、天井システムをほとんど使わないソシャゲ仲間の存在があるから。青天井ゲーム仲間？桜革命花咲く乙女たち。希望、王の、はあなあ。ちなみにセガつながりで、プロセカは天井あり。アニプレつながりだと、紛れことツイステがあるが、選択式でないけど最高レア保証の仮天井はある。つまり、天井なしは、ディライトワークスの方向性？なんだとは言わないけど、意固地になってそうだなぁと思うよ。ちなみに桜革命さんは、サービス終了が決まった時点で、課金できなくなってるそうだけど、ライバルキャラのブラックの子を、その後に実装して優勝意思の回収をしようとしてるんじゃないかという話がちらほら出てきたり。ああもう、めちゃくちゃだよ。で、ここから少し話題の切り分け。FGO でなぜ、天井がどうとか言われるようになったかのきっかけ、もうみんな知ってると思ってるんだけど、なんだと思う？え？アンチラ？アンチラさんは、ソシャゲ歴史全体の天井文化の遠因ではあるけど、ここでは FGO だね。答えは、もっと漫画でわかる FGO だよ。ああ、リオナ、ムアカ。2017年7月20日に更新された、もっと漫画課題83は、最後の戦い。ぬ、私のカルデアが丸焼けに。何事においても、天井がないのは、良くないですよねー。リオネタじゃん。その1週間後の2017年7月27日更新した、もっと漫画課題84は、そして繰り返す、より、ちびっこ王国のおかげで、雨露がしのげましたね。やっぱり天井は必要ね。リオ先生は、もともとアイマスプロデューサーの作家だし、デレステらしきゲームでシャンシャンするネタも序盤から入れてたしね。だから天井入れるフラグか、と思ったんだけど、出てきたのは火消し、なんだとは言わないけど、クリプター、エクストラ、天井を血眼になって叩いてた人たちがすごく目立ってた記憶ある。今は仲井戸氏と馬娘を殴ってる人たちですね。その辺は、ややこしくなるから、あれだけどもね。ただ自分なりの妄想だけど、2017年の絶頂期に FGO 君が天井追加してたら、影響が変わってた可能性があると思う。結局そうならなかったんだよという部分もあるんだけれども、とりあえず聞いてほしい。ちなみに完全にプレイする側の意見なので、ガチャ回しに比重を置いてたり、ちょめちょめする人だとピンとこないかもしれないと前置きするよ。まずガチャ引いて育成キャラ増えるってことは、
そんだけキャラを育成する楽しみができるわけじゃん。でもキャラが少なかったら、みんな育成しきって、あとは待つことになるわけじゃん。そこら辺は、考え方の違いもあると思うわ。じゃあ、育成しきった人は、どうなるのかっていうと、デイリーとウィークリーだけ回して、あとはログインだけもらうってことになる。富士王のイベント良くも悪くも、ボックス以外は、報酬取り終わったら、そこで終わりなケースも多いものね。それでも育成欲を保つキャラが出てくるなら、それでも振りくえ回したりして、待つのかもしれんけど、ちなみに天井で何万円換算だとかあるけど、無料石でも普通に届くからな。自分は貯蓄税ではあるけれども、最近初見で思わずぶっ破したのって最近だとキャストリアとボイジャーと水着アビーだけ。水着アビーはキャラ税だけで、ほとんどカルデアでパンケーキ食ってるだけなので、性能面ではマジでキャストリアしか引かれないですよね。だって明らかに強いサポート以外、無理して引く必要ないですし、何より貯めた石が、どれだけ使えるのかの見込みもないので、ひたすら石貯めるだけですわ。ちなみに今後引くとしたら、フォー、オルトが初期設定通りの場合か、水着エリチ、小春、等の式くらいじゃないかな。式は配布しろとは思うが、てかエリチは JC 制服が欲しいし、小春も。あの子はエリチの後輩、妹分であって、グダさんと絡んで欲しいかっつうとな。レクイエムは本編を待てば良いしね。うだうだ語ったけど、今の段階まで来たら、天井を実装しようが姉妹があんまり関係ないです。それなら今のまま青天井で止まるんじゃねえぞ。した方が、利益が落ちつつも維持できるよね。じゃあ、それ元手に、FGO に作った方がいいよね。ということで今までのまとめ。FGO で天井がどうこう言われるようになったのは、2017年中頃のリオ先生の漫画かねた。アミプレは仮天井システムで、多少は救済措置を取る傾向がある。桜革命も青天井だったので、多分ディライトワークスの意向なんじゃないかと予想。でも今の FGO が天井を実装しても、多分本質的な解決にはならない。それなら今のままでも、もういいや。FGO に必要なのは改善よりも、ソフトランディング。FGO を2部で終わらせたいなすきのこ先生の意見は正しかった。なんだとは言わないけど、予想悪く言っても何も変わらないからね。もう、天井入れても手遅れだから、とにかくソフトランディング。終わりがあるから美しいというロマン。そうだな。けどもう、大抵は飽きちまったから。何か、新しいもののために、終わりでも、見てみないと。